始まるまでに時間がかかるかも聞こえてるかなどう私の YouTube 携帯でも確認していい始まってるえー、どうですか皆さん始まってるのこれ <laughs> こんばんはちょっとね時間がかかるよねぐるぐるもなってないけどどうまだこちらまだです でもさっき練習した時もまだ時間かかってたでもぐるぐるにはなってないなってないあっこ広告が始まった <laughs> <laughs> これが始まった後にいけたいけたんじゃない <laughs> ああ皆さんこんばんはあ私の携帯の音がこんばんは 始まりましたね。ちょっと遠いか。もうちょっと近く行くか。<laughs> カメラが近づいた方がいいか。はい、こ寄ってもらいますね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ちょっと始まったツイートもしていいですかちゃんと始められました。待機画面からさ、始められたことが <laughs> ちょっと多分今までなかったというか。 ね、待機画面がさ、直接スタートがなかなか難しくてさ、今までできなかったのでちょっとひよってて、あの、やらなかったんですよ。直前にいつも配信画面を用意するっていう風にしてたんですけど、今回は事前に用意して、なんとそのまま配信することができました。これはね、みんなにとっては小さな出来事かもしれないですけど、あの、言いだりほタイムにとってはすごく大きな一歩でございます。ありがとうございます。 待機画面からスタートって慣れると楽なんだけどね。そうなんですよ。でもまだ慣れてないからすっごい緊張しててもうここの席に15分前ぐらいから座ってもうずっとマネージャーさんと緊張する、緊張するねって言いながらずっと待機してました。なので成長しました。ありがとうございます。わーい。じゃあちょっとそんなこんなでツイートさせてください。始まりました。生配信スタートです。 スタートです。これでオッケーかな。よかったよかった。一安心だね。マネージャーさんもやっと水を飲むことができました。座って、<laughs> ほっとして水を今飲んでおります。よかったでございます。はい。そして写真もちょっとつけて。はい、オッケー。 久しぶり久しぶりですねちょっともうカラッカラになっちゃったからね、私も水飲むわ。<laughs> はいはい、通知も来ましたか良かったです。久しぶり、多分生配信。年、2023年の最後にやったのが、もうね、暮れにやったのが最後かなだと思うので、あっという間になんかこうバタバタ、あるよあるよとしていたら、もう4月、 新年度ですね。新生活の時期になってしまいました。お久しぶりでございます。このチャンネルでは。嬉しいです。覚えててくれてこのチャンネルを。ありがとうございます。たくさんの方が見に来てくださって嬉しい。飛んできた。ありがとう。ナムハありがとう。やっぱみんなのコメントにはオーケストラコンサート最高でした。めっちゃ良かったです。ありますね。ありがとうございます。 そうだねこのチャンネルではあ、ね、<laughs> けましておめでとうございます。ご挨拶さをくれました。おけこんではい。キンキンだと多分ねみんなの印象に残ってたり私自身の印象にも残ってるのはおけ婚だと思うんですけど早いねー。だってもうおけこんが終わってからももういつかっちゃってるってことでしょいや載せたい写真とかさいい写真いっぱいあるんだけどさあ これ載せたいこれもいいあ、この、このいいタイミングに載せようとか、ちょっと明日に撮っておこうみたいにさ、思ってたらもうあっという間に5日も経っちゃってさ、いい写真がさ、あの、スペシャルトークセッション、ファンミのイベントからずっといい写真が私の携帯の中だけに眠っててさ、もったいないみんな、みんなにね、見せたいぐらいすごく素敵な写真がいっぱいあるので、載せたいんですけどね。お花さん。 リッピーこんばんは。私事なんですけど、本日4月5日でリッピーのファンになって20年になりました。そういう日に配信してくれて嬉しいです。これからも応援してますね。ええー、ありがとうございます。20年わー記念イヤーじゃないですか。すごい。嬉しい。4月5日で ?20 年前の4月5日にお花さんに何があったんだろう。 気になりますね。一体どんな出来事があって4月5日に。さすがに20年前の4月5日の記憶はないな。なんだろう。嬉しい。20年もありがとうございます。そうなんです。私24年目になるので、ね、今年が芸能生活が。<laughs> ね。 どんな肩書きだよって感じですけどね芸能生活24年っていう感じなのでもうお花さんはほぼじゃあ一緒にね歩んでくれてますねありがとうございます写真見たいよねそう写真見たいあそっか4月5日だからちょうど「んテてれテ」テ?「ンてれ」を始めた時ってことかな年度が始まったからそうだ「テンてれ」だ!テ「ンてれ」ですねおお テンテレに出て飯田里穂という自己紹介をしたときに大花さんと出会ったありがとうございますそんなテンテレも新年度が始まってましたねうん。プラズマ界にいた頃ですかそうかそうか <laughs> カイトさんありがとうございますそうだ私がプラズマ界に爆誕したときに大花さんと出会ったってことですねありがとうございますちょっと写真いっぱいあるんでね久々のビッグイベント あんなに泣いてるコンサートはなかなかない。そうだよねー。あ、お結婚は行ってないけどトークイベントは行ったって方もいますね。うーん。テンテレ出て2年目くらい。うん。チビリピー。テンテレの時からのファンです。ええー、嬉しい。ありがとうございます。 連番車みんな泣いてましたよ <laughs> あのー、私もステージに出てってもうあのみんなが一気にこう顔を押さえていたりハンカチを拭っている方がやっぱ目の前に視界に入ったのでそれを見たら自分も絶対泣いてしまうと思ったのでちょっとなるべく最初の方はみんなを見ないようにも,うもらい泣きしちゃうと思ったので。 見ないように頑張って2階の手前の方のなんだろうな柱みたいなところをずっと見て一生懸命頑張って歌っておりましたね、それぐらいみんながすごい本当に泣いてくださって終わった後に挨拶来てくれた方々もご挨拶来てくれたみんなももう横左右みんな泣いてましたっていう感想が本当に多くてね、でもあれは泣いちゃうよね わかるよ。今思い出してもちょっと泣けます。もん。そう、ずっと私たちが言ってたのは、あんなに素敵なオーケストラの皆さんの演奏をあのなんだろう。2時間半ぐらいかな。たっぷり。客席のね。席で映像とともに聞ける。みんなが羨ましいって言ってた言ってたんですよ。私たちはなんだかんだ。やっぱこう。出はけがあったりとか。 ちょっと袖でもねあんまり待機もできないので一回控室に戻ったりとかって本番中はなかなかちょっとバタバタしてたのでもうフルーではやっぱり聞くことはできなかったのでみんながうらやましいと本当に「ラブライバーになりたい」ってみんなで <laughs> ずっと言ってました「今日来るお客さんは最高だ」っていう風に言っててそう。で自分たちはそのやっぱ あの本番の時なかなかバタバタしちゃって聞けない分あのリハーサルでずっと客席の方で聞かせてもらっていたんですけど自分たちの着替えとかマイク付けとか終わった後にリハーサルの席行ってみたいな合間を縫って聞きに行ってたんですけどみんなで横並びで席で見てもう。 順番順番にティッシュの箱を回すみたいなもうティッシュの箱とティッシュがなければもう見れ,見れないぐらい私たちも本当に感動しちゃってはい自分たちもリハーサルから感動しながらずっとオーケストラの演奏と映像を一緒に見てました感動だったねケイタンさん初スパチャですありがとうリッピーさんはじめましてはじめましてこんばんは「ラブライブ!」のりんちゃん大好きです 最近は劇場版ラブライブ 4DX を友達と一緒に見て楽しんできましたこれからも応援していますということでありがとうございますそう 4DX もねずっと上映してましてすごいよねまたさあ上映されて今度はちょっと動くね、みんなだったり香りがあったり水があったり違った楽しみ方がねできたんじゃないかなと思いますけど大樹さん リッピーこんばんは3月31日に参加させていただきましたミューズに出会って13年初めてミューズのイベントに行くことができ初めて星空凛役のリッピーに会えました出会えましたえっそうだったんだ星空凛のリッピーは初めてだったんですね2月23日のトークショーも当選していたのですが仕事で行くことができずようやく念願が叶いました、えー、僕今からつながるのは全 泣いておりました。本当だよねー。もう泣いちゃうよねー。えー。すごいじゃ、あ本当に。13年越しの思いというか、13年越しのイベント参加だったんですね。大樹さんもありがとうございます。あの 4dx は私ちょっとタイミング合わなくて見れなか見に行けなかったんですけど、あの見に行ったメンバーの方から話を聞いたら。 そのやっぱ当時もすごく感動してずっと泣いてたけどまた時が経ってもう一回見てみた時にその時とは違った感覚だったり違うところで涙が出たりっていう終始感動は間違いないけどやっぱり当時とはまた違ったところで感動したりしたっていうふうに聞いていやそうだよなと思ってあの作品とともにみんなも。 自分たちも感じることとか思うことがなんか変わってったり見える景色が変わってったりして成長したんだろうなっていうふうに思いましたね。あのそうななんんででですよ指揮者の栗田さんもお茶目で素敵な方でしたねってコメントがあったんですけど本当にそうなんですよもう栗田さんが本当にあの素敵なお方であのリハーサルも結構緊張して。 オーーケストラとと一緒にねリハーサルなんてしたことなかったのでなんかどういうふうに進んでいくんだろうとかど,どういうなんだろうやり方があるんだろうっていうのですごい緊張してたんですけどなんか緊張してたのでやっぱりリハーサルの最初の第一声の歌声とかもあんまり声がねやっぱ出なかったんですけどもうちょっとここをこうしてもらえますかみたいな感じでアドバイス頂い,いた瞬間にやっぱみんなこうスイッチが入ってね そこからなんだろうみんなの歌声が全然変わったりとかっていう瞬間があったりしてあなんかやっぱさすがプロは違うし大プロは違うしなんか私たちもそれにこう火をうまくつけてもらって相乗効果が生まれたリハーサルだったなっていうのもあったりしたんですけど1日目が終わってお家帰って配信の映像を見てたんですよ。でそしたら もう栗田さんがすっごい楽しそうに指揮をしてらっしゃってすごいニコニコしながら汗もかきながらなんか栗田さんって本当にこうオーケストラの音楽とか音色とかこの雰囲気とかがなんかもう大好きなんだなっていうのが配信見てすごい伝わってなんかそんな素敵な方とこのオーケストラの皆さんに「ラブライブ!」の演奏してもらえて本当にありがたかったなっていうのとそんな前で。 その方々の前で歌えたことっていうのがやっぱ本当にありがたい光栄だ光栄で幸せすぎる2日間だったんだなっていうのを本当思いましたね。オーケストラの演奏は来た方はあれですか結構初めて聞いた人とかも多かったのかなねえ私は本当に初めてでしたああいうオーケストラの体験。 初めてだったのでそう配信だとね栗田さんのね表情が本当によくね映ってるのでよかったらなんか配信も見てほしい <laughs> <laughs> ダンスターがめっちゃオケと合ってた鉄村浩次郎さん「天テ,テレの時」 から見ていて憧れの子く女優さんですこれからも応援させてくださいよかったら受け取りくださいありがとうございます嬉しいなんか今日なんか今日なぜかテンテレの時から見てくださっている方も多いですね嬉しいなありがとうございます頑張ってますいろいろやらせてもらってますこれからも応援してくださいありがとうございますそうなんだよそうなんか演奏の方々って んかいつ変更の指示を出してたんだろうっていうぐらいわからない一瞬で変更の指示を出してたみたいでみんんなが一斉に譜面にこう書き込むんですよでも全然そんな瞬間もわかないしそのまま演奏のリハーサルは続いていくしっていうので多分そのんだろう直しみたいなのも聞き逃したら多分もう一回聞くことはできないんだろうなっていうんだろうオーケストラとしてのこの スポコンっていうのをなんか間近で見てそれもすごかったやっぱ人が奏でる熱量のある音楽ってすごいね本当にすごいと思いました優ちゃんさん 4DX 見に行ったけどすごい当時同じところで泣くのもあったけど普通のとこすら愛おしくて終始涙でしたそうなんだよね尊さとさいおしさがさ多分増してるんですよ当時あの劇場で 上映されてた時よりも何だろう、ね、なんなんだけどなんかこうその期間ではすごくがむしゃらに前だけひたすら走って進んでっていうのでみんなと会える機会も多くてっていう期間それもそれですごく勢いがあって楽しかったけど今はやっぱりこう。 じっくりみんなと会う時間だったりとかこうみんなと「ラブライブ!」とか「星空りんちゃん役として」っていうふうにイベントとか出ることが機会がこう当たり前ではなくなっている一回一回をすごく大事より大事にそしてみんなも大事に思って多分イベントに来てくれたりとかするからなんかそういうのも相まって。 すごく彼女たちを見るとより尊く愛おしく感じるんじゃないのかなーなんてこのなんかテレビアニメ10周年のねテレビアニメ10周年記念のイベント期間なんかいろいろ考えてましたなんか嬉しいのは同じなんだけどなんでこんなに尊くて愛おしく感じるんだろうっていうのをなんか自分でいろいろ探ってましたどうなんだろうねでもいろんなね受け取り方があると思うので。 なんか私はそんんなななな感じなのかななんて思いましたねイベントを2つ終えて。だからまた次に会えることがよりなんだろうすごくなんて言うんだろうないつ会えるかわからないしでも会える機会はもしかしたらあるかもしれないしっていうなんて言うんだろうこのみんなが。 日々そのことを思ってるわけではないけど集まる集まれるってなった時のなんて言うんだろうなパワーみたいなのがパワーみたいなのを常に秘めてるみたいな感じがちょっと何言ってるか難しいけどなんかそんな感じがしましたあの「ラブ・ウィング・ベル」がオーケストラコンサートでね演奏されてたと思うんですけど最初ワルツ調でちょっと 明るい感じだったのに中からすごい壮大なあのメロディーに演奏に変わるんですけどそれが結構個人的にすごいグッと聞きましたわわいいなーと思ってでやっぱりどうしても何回見ててもあの袖で聞いてても涙がグッとくるのは花よの決意あの音楽が本当に素敵すぎて。 いやあれ神曲だなって本当に思いました。みんなもどうかなグッと来たんじゃないかな同じ箇所でグッと来た方いるかな花代の決意物語もすごくいいしうーんやっぱあの、音楽も素敵だし多分アレンジもね今回本当に素晴らしかったので「あれアレンジどれぐらいかかったんですか?」って聞いたら「1ヶ月ぐらいでしたけど」みたいな。 でも本当に詰め込んだ一ヶ月でしたっておっしゃってましたねでも普通だったらあれを一ヶ月でやる量じゃないのに一ヶ月でやりきってるのもすごいし相当苦労した一ヶ月だったっていうふうに言ってました大輝さん数年前までは制服やイモージャージを着てたミューズの皆さんがドレスを着てるのを見て感慨深いものがありましたそうだそうよ私たちドレスをね着させてもらったのよ 1>, そうあの1日目と2日目でドレスが違うものを着用させてもらってあのスペシャルトークセッションの方もオーケストラコンサートの方もオサレカンパニーさんが衣装制作してくださったんですけどそう2日間違うドレス着れるって衣装合わせの時まで知らなくって「衣装合わせ行ったら2着選べます」ってなって「えそんな豪華にいいんですか?」みたいな感じで選ばせていただいて。 であのねやっぱりキャラクターの色味のドレスだったんですけど結構あの装飾キラキラしてた装飾なんかは後付けしてもらってて実はこの辺にちょっとキラキラ足してもうちょっと豪華にできたら綺麗ですかねなんてこうちゃんと一人ずつ相談して決めてるんですよね実は隊長さん花屋の決意って2人が背中を押すっていうラブライブシリーズをまたいで引き継がれるシーンを支える本当に 象徴的な曲だなって思いますね。ありがとうございます。そうなんだよね。あれなんかあそこではリンちゃんとマキちゃんが花嫁の背中を押すけど、後ではリンちゃんの背中を押してくれるとかね。いいシーンですよね。いやそうなんです。あのやっぱドレスだったので、すごく動くのも立ったり座ったりするのも大変で。 みんなフッ <laughs> って言いながらあの着脱してたんですけど、移動とかも。であの、分かるかな、ドレスの下にもういわゆるこう貴族の方が着るようなもうぎゅうぎゅうなコルセットを実は中に着用して、みんな本番のステージをやっていたので、こうドレスをまとってるのでね、決してそんな表情とか素振りは見せずにステージはしますけれども。あの、 体の中はね、もう、<laughs> 息ができない <laughs> みたいな感じで、もう体の中は締め付けがすごい状態で実は、裏はね、そんな感じでやっておりました。分かってたわか,かんないよねわかんないように頑張ってステージ立ったんですけど、ばれてなかった実は裏ではすごく大変なコルセットの締め付けがあったっていう。なんか、あのー、なんとなくなんですけど、あのー、私がりんちゃん 私が着させてもらったドレスは1日目のドレスはなんとなく「ラブ・ウィング・ベル」の時のリキャンをなんとなく彷彿とさせるドレスだなって思ったのと2日目に着たちょっとタイトなあのマーメイドの形のドレスはなんか色味プロのリボンとかがとあと結構濃い黄色のドレスだったんですけどなんとなく今回の10周年のあのー。 記念のために描かれたりんちゃんのドレス姿になんとなく似てるなっていうのでなんかどっちもりんちゃんを彷彿とさせるドレスですごいなんか良かったかなーなんて思ったんですけどね <laughs> やっぱ分かんないかえでも分かんないのが正解なのみんなにとってその辛さが分かっていないということが正解だから気づ,気づいてなくて正解正解 <laughs> ありがとうございます そう,そ,うそ,うそうなんですあ一日目にぱいちゃんがマーメイドのドレスを着てたんですけどあれも衣装合わせの時点でぱいちゃんと私横並びだったのであの同じ形のドレスになっちゃうとそれはそれでまた意味を持っちゃうからっていうのでどっちがどっち着ようかっていうふうにちょっと相談させてもらって絶妙にあれはね実は変えていたりとか裏話ですけどねそんなこともあったり。 そうりんちゃんのさ今回の黒ドレスでさ黄色のリボンの絵もめっちゃ可愛いんだけどさななんかなんとなく今回のドレスがそれにちょっとなんだろうな彷彿とさせる感じがしてすごい個人的には上がりましたねうんありがとうございますだいぶ話したえ今どんぐらい話したんだろうえっ早いもう20分30分も話しちゃうここでですねちょっと1回ブレイクタイムしようえー イーダーイーツが届いてるので、イーダーイーツを食べたいと思います。あ、飲みたいと思います。みんなも全然なんか好きに飲んだりしてください。ココアを頼みました。ココアを飲みます。イーダーイーツ、おやつが来ました。おやつとココアが来ました。これを食べます。飲みます。ジュレスが飲む家ぽそ。 ねね、のっこのこば,ばそよ。<laughs> いただきます。あ、美味しい。美味しい。え何頼んだんでしたっけ キャララ・メル・バニラフラペチーノだ。<laughs> マネージャーさんはキャラメルバニラフラペチーノという甘々甘々三重芯みたいなやつをめっ,めっちゃ甘い <laughs> ああ頼んでます私はココアですイードーイーツ ね、みんなありがとうございましたトークセッションの方はあの打って変わってね T シャツとこうスカートでみんなでおしゃべりして歌もしてなんかねあのミューズの単独イベントで歌を歌うっていう機会が 本当にファイナルライブ以来だったのであのトークセッションの日が8年ぶりの歌唱みたいな感じだったんですよねそうそうそううんすごいよね8年ぶりにさまた歌えるなんて思,思ってなかったよね。 舞台制作のスタッフさんたちが本当にそれこそずっとファイナルライブとか担当してくれてた舞台制作の皆さんだったのでなんか始まりの演出もさアニメと同じように白い幕がバッて落ちて私たちが登場するみたいな演出もしてくれて粋いいだよね。ミミミのね振り付けもね確かに久しぶりにやりました。ね。 私がちょっと振り付け担当で一生懸命教えてたんですけど分かりやすかったかな緊張するんだよあれ結構間違えないかなみたいな感じで振り付け担当やってましたけどそうだよスペシャルトークセッションはさお見送りもありましたよねあ,あんなあんなこと初めてしたんですごいなんかドキドキだったんですけどなんか気分は皇后皇后様でした <laughs> あんな上からねみんなをわーってね見届けることなかなかないのでねでもなんか実際にみんなが「ありがとう」とかいろいろんかアピールとかポーズとかしてくれてあーなんかみんなの「ありがとう」っていう幸せそうな顔と気持ちが直に伝わってきたのはなんか良かったなってすごい思いましたねお見送り <laughs> お見送りしましたね あそうだ歌うことはそうですよね言ってなかったからそうかサプライズみたいな感じだったのかそうねえそうあのいつも応援してくださる皆さんは結構爆速で見つけられたと思います多分個人的には <laughs> そうですよねコメントあったねありがとうございます <laughs> ねえ なんかさ、あのー、オーケストラコンサートの日が3月31日だったので多分それこそ本当にファイイナルライブがえ8年前にやってたっててたことだよね。そう8年前にちょうど「ファイナルライブやってたね」なんて会話ももちろん楽屋でしててさそう8年前ってえ何歳みたいな話とかもしてて。 あっという間だねーって言ってて。8年前だから私は何歳えー、っと、24歳 <laughs> ファイナルライブの時24歳ですって。あららららら、あらららら。あ、あソフィアさんサファイアさんだ、サファイアさん。生配信が久しぶりだからごめんね。 韓国には「勝利の女神」というゲームがあってえ,ー、えミモリンがラプンツェルの声を受けてくれたそうなの韓国ドラマ「私の国」で反肘を引き受けてくれましたそうなんだ日本語ダビングは本当にアニメみたいで面白いですサブカルチャーのメインが日本声優じゃないかと思いますねまるでアニメの感じですそうなんだ知らなかった今度会ったら聞いてみるねえー そうなんですよ。だから「えミューズ」の最初の時リッピー19そうだね最初の時は19歳なんだよねでファイナルライブが24歳だったんだそう考えるとわりと早めに私、ファイイナルライブを迎えてましたね。そっかそこからの今の方が長くなっちゃうんだもう多分ミューズをやってた時よりも。 やってたた期間よりも。もそそんんんななな。そうな話みとしうだよ、ね、なんかスペシャルトークセッションで思ったのがやっぱその当時ライブに行けなかったまだ学生でとかまだ学生でライブに行けなかったりとかっていう方たちが社会人とか大学生になってやっと初めて イベントに来れたミューズに会えたみたいな方たちが多かったのがすごく印象的でしたねだから初めて見たよ見た方っていう風に会場で行った時も結構多くの方がはーいってやっててそうやっぱそうだよね当時小学生ででで今大きくなってイベント来れてとかそう若い方が多かったんですよそうなのそうなのそうそうだよねそう 4月1日が入社式だったから来れなかったって人も結構多かったよね、多分ね。えー、今23なので、あと少しでファイナルの頃のリッピーに追いつくのが驚き。そっかーえ、そっかってことはファイナルの時はえだってファイナルの時は何歳全然暗算できない。<laughs> え ?8 年前。8年前だから。 16? とかか。えー、そっかそうだよね隊長さん「ラブライブ!」見たことないっていう人をまたミューズから巻き込んでいける機会になっておう。4DX 劇場版見せたり。 一期二期見せたりと不況に勤しんだ一ヶ月 <laughs> まさに10周年を記念した活動ですね <laughs> ありがとうございますキータさんリッピー久しぶり配信とっても嬉しいです遠く目もお気候も参加しましたがみんなに会えたのが嬉しさと感動で感情ブレブレでしたが最高でしたなかなかリッピーとお会いできる機会がなかったのでお顔が見れてよかったですお見送りでみんなへのニャンニャンポーズ可愛か,かったですありがとうございます ファイナルの時は中3で母親に頼み込んでお金を出してもらったのが懐かしい。わー、そうなんだね社会人になって、ええー、グッズもたくさん買えるようになって嬉しいわ。ななんか歳月を感じる年月を感じますわ。いやー、なんか嬉しい。キータさんも久々に生配信できてよかったです。ありがとね。 そっかー昔のリッピーの年齢に追いつきそういやすごいね確かに令和にミューズに会えるなんて確かに <laughs> そうだね平成を駆け抜けた感ありますからねミューズにまた会えるのはでもさそれもこれもさ多分さミューズにとっての特別な日とかをさずっと忘れないでさ言ってくれるみんながいるからだと思うんですよね。自分分私,私がでできててるここととっっすごく多分本当にちっちゃいことで 作品がとか演じてるメンバーねりんちゃん含めミューズのみんながすごいのとさ作品がすごいのとさみんながミューズの記念日を忘れないでいてくれていまだにこう盛り上げてくれるからさその声がいろんな人に届いて10周年記念のイベントができ,できる。 やれることになって、そこに私が本当に出ることができたっていう本当も私は一番最後みたいな感じだと思うのでみんなのおかげなんだよねありがとう本当にイウンドさんあれから8年、海外旅行が難しい軍人の身分だと私も社会人になって次の現地イベントはいつになるのか期待しているところです必ず行くよそこだよねそっか、兵役も無事終えてもうね、自由の身になれたということで お疲れ様です。社会人で大変かと思いますけど次のイベントも楽しみにしてます。ね今回も久しぶりにねイベントでグッズが出たりして本当に貴重なグッズだと思うのでそうで発表があったようにあの個人的にはえみつんですねほのか役のえみつんと私はあの野球の応援に行きます。6月 だったかなそう6月に、ね、行きますんでそこでも多分ちょっと直近だと会えるのかななんて思いますので6月の15日に千葉の方に行きますのでねぜひ皆さんまた会えるのを楽しみにしてます。じゃすさん高知のえ土佐漫画王国お疲れ様でした。 現地でしか聞けないライブライブの裏話とか嬉しかったです久々に充実した遠征だったとにかく飯がうますぎましたね、コーチもありがとうございましたあったかいはずだったんですけどなぜか私が行った日すごく天気は良かったんですけど寒くて多分あれ現地で待ってた皆さんも本当に寒い中ね本当ありがとうございますっていう気持ちだったんですけどやっぱり遠征行って毎回思うのが 初めて会えた人がたくさんいたりとか、なかなか来る、こっちに来ることできないから私が行くことで、こうなんか会うことができるっていう、なんか嬉しさをかみしめて、毎回感動しちゃうんですよね。地方行った時のステージ。なんかで、感動しちゃうの、来てよかった私が来なきゃ会えなかった人がいるんだみたいな感じですごく感動して、してまうんですけど、そんなことをすごく感じさせられるコーチのステージでした。 写真あるよ。<laughs> これ。え <laughs> あのね、なんかいろいろ声真似みたいなのをしてください。声真似っていうか、なんかいろんなのに声を当ててくださいっていうので、この、この子にね、声を当てたりとかしたんですよね。あ、この子お名前なんだったっけなあー、なんだったっけなでもちょっとこの子にね、なんか名前、声を当ててね。 なんかコーナーみたいなのやったりしました楽しかったそうそうそうあの高知はかなり観光もさせてもらいまして龍馬像見に行きましたようん生龍馬生龍馬ではないけど <laughs> 銅像化されてる生龍馬見てきました最高だったあそうだそうだお土産があるんでちょっと見せますわ めっっちゃ楽しかった高知本当にいい,い,いとこすぎてもう一回旅行でプライベートで絶対行こうって思いましたねあいますよいますよ龍馬じゃじゃーん見える <laughs> 龍馬ですこれもねスタッフさんがお土産にくれたんです <laughs> そう、ここに載せとこう、そう高知、本当、ごほんとご飯も、ね、お酒も観光地も海も、すっごい綺麗あんなに綺麗な水平線見たことないってぐらいの水平線見て、ああ、それもね、ちょっと写真載せなきゃと思いながらね、今、まだ自分の思い出だけにしちゃってるので、写真載せますね。いや本当に 最高だった。あの帰ってきてからカツオのたたきと文端をまた送ってくださったんですよ。漫画王国のスタッフさんたちが。でつい最近までそれをちょっと味わってて、文端に関してはまだ帰ってもあるので、まだ私気持ちはコーチにいます。最高でした。ね来てくれた皆さんもコーチ楽しめたようで良かったです。ありがとうございます。じゃあちょっと飲もう。 じゃあすごく最近のプライベートの話もしていいですか <laughs> まず今日今食べるおやつを紹介しますじゃじゃーん卵卵ファームの卵のカステラグンバなんとですねえこれ見覚えある方いるかな 草津の卵ファームというところなんですけれどもなんと、えー、飯田家の女子3人で草津に女子旅をしてきましたプライベートだとはい母と妹と3人で群馬の草津に行ってきまして妹と母はその草津の,あのなん湯畑が初めてだったらしくて。 そうなんです。行ってきましたよ。で、なんとですね、えー、草津までの約3時間ほどの往復往復6時間か片道3時間の運転、えー、ほぼほぼ私がしてしてきました <laughs> 本当に <laughs> みんなからは想像できないかもしれないけど意外と運転が好きだし上手なので私が。 往復6時間運転してまいりました。たまにちょっとだけ妹がね、あの、変わってくれたんですけど、ほぼほぼ運転して、行ってきましたよ。そうなんです。意外に遠いんだよね。そうなのよ。あまだこの高千穂かな高千穂の先なんで、なかなか、つかないのと、あと何、何すごく、 もうそ草津もいつもあったかいはずなのに行った日だけすっごい寒くてもう雪がすっごい積もってたんですよ、本当にコンビニの横が1メートル超えの雪積もってる状態でびっくりしました。あんな大雪をこんなさあの春になって見るとは思わなかったんですけどはい飯けはね女子,女子ががね女女子旅が女子旅行動が多いのでねパパはお家でお留守番だったんですけど。 そう行ってきました食べようか迷うな意外とココアでお腹いっぱいになっちゃって一旦置いときますね <laughs> 食べようと思ったけど食べたいなえ食べ、食べ、食べようかななんかちょっとお腹いっぱいになっちゃっココアでお腹がそうなんですできた、あであの温泉行ってきたんですけど他に露天風呂がついてる お部屋を妹が予約してくれてお風呂何回入ったかな本当めっちゃ入って1回ご飯前に1回ご飯終わって1回朝朝風呂1回部屋風呂1分お風呂入りました肌カサカサ逆に肌カサカサになっちゃった入りすぎてユうりさん当時ミューズ学生だったので応援できず今はもう昔のリッピーに追いついて仕事してます ススクフェスしかり当時のアニメ映画のおかげで受験頑張れた思い出が未だにあります今も業務が重なって残業が6時間以上とかで死にそうでしたがトークセッションお結婚のおかげで頑張れました少学ですが感謝の気持ちを込めてありがとうございましたこちらこそありがとうございますうわあかなりそうですねかなり働いていらっしゃるお疲れ様ですでもどっちも来れたってことかなトークセッションもお結婚も。 わーよかったゆうりさん乾杯しておきます乾杯そっかー今は追いついて仕事してるのか時が経ったねなんか当時多分受験とか学生の時の思い出がね多分いっぱい 詰まっていると思うんですけどミューズを聴いたりとか見たりとかするとなので多分あの時頑張ってたなーっていうのが改めてね今曲聴くと思い出されると思うんですけど是非またねトークセッションおケ婚を経て新しい思い出になって嬉しいですねうりさんお仕事頑張ってください。 温泉次は温泉バスツアーしましょう温泉旅行いいな確かにちょっとねみんな一緒にやっぱ8年ほどの年をとっているから温泉旅行ぐらいが <laughs> いいかな <laughs> 年を重ねてますからね私とみんな一緒にねいいですね温泉旅行温泉バスツアー大変楽しそうだな行きたいな そう温泉付きのお部屋だったのであのお風呂めっちゃ入ってであの私道ーーインがすごく好きなんですけどホテルの。ドーミードーミーミミンンてますかドーミーインホテルの中でもド道ーーインが好きでなんか選べ「ホテル何がいいとかありますか?」って選べる時は「ド道ーーインに近場があったらお願いします」って言って道ーーインを頼むんですけど。 ドミンいいでですすよね,ドミンいいですよねそうそう大浴場があるドミーンそうでだからそう夜泣きそばねそうだからそのなんかこの間『アメトーク』で多分ドーミーイン芸人っていうのやっててもうす私本当にそこでもう共感の嵐でドーミーイン好きすぎてでそれでなんか多分いろいろ紹介してたんですよドーミーインもそのなんか普通のビジネスホテルじゃなくて旅館バージョンのドーミンインとか。 いいろいろきょうきょな系列がいっぱいあってそう私ソウルの道民ンに泊まるのが本当に好きでもういつも道民ンにしてもらうんですけどソウルでも仕事があったら好きすぎてで,で道,民道民系列のそのなんか旅館みたいなとこを予約したのであの夜泣きそば食べましたよ3人でいいだけ女子で夜泣きそば食べて10時から 夜泣きそばだからって言って10時のちょっと前くらいに夜泣きそばが出るところに行ったらもう並んでんの人が並んでてもう夜泣きそば並びみたいな夜の10時過ぎにそうこんなに人泊まってたんだってぐらい人がたくさんいてそうなんですそうドーミーインってビジネスホテルなんですけど多分共立リゾート系列とも一緒に多分開発してる旅館とかホテルがあるから。 そっちの方の旅館に泊まったんですけど「夜泣きそば最高だった」「ラグジュアリーな方」そうそうそうなんかあの時間にさみんなで夜食を食べるとさなんか一気にみんなが仲間になった感じがする一体感が生まれるんですよねあの時間の夜泣きそばって不思議な感じでした。 もし、ね、あの海外の、ね、方も見てくださってると思うんですけど日本に来る機会あったらドーミンインに泊まるとねあの大浴場みたいな温泉がついてたりね夜泣きそばも食べられるからねぜひぜひもしよかったら行ってみてくださいドーミーインそうドーミーイン泊まって次の日もあの次の日か次の日晴れてたので湯畑で観光してで帰りにいちご農家 のところに行っていちご農園で一人一箱ずつ買ってで帰り道にちょうどおばあちゃんのお家に通るルートだったのでおばあちゃんにいちごを分けてそれぞれのお家に帰りました楽しかったすごい弾丸で結構急き決めた旅だったんですけどめっちゃ楽しかったですねはいそんな感じのプライベートでございましたプライベートはそんな感じかなじゃあちょっと後 まあ、お時間もあるので最近いろいろあのー、告知事とか発売になったものとか結構多くてですね実はそうなのでそれをちょっとおさらいしたいなと思うんですけどあと今日ちょっと初めてお知らせすることも最後にあるのでちょっと言いますね初めて言うこともあるのでまずはですねえー、っと この順番に言おうかな。えっと、オーディブルで配信されておりますマーベルズ、ウェストランダーズ、ウルバリン見て、私ジーングレー役を務めさせていただいております。そうなんです。なんと、もうすっごい夢であり目標であったマーベル作品にですね、声優さんとして参加させていただきました。嬉しい。 いやーこれは本当にお仕事来た時に聞き返しましたもんえっマーベルってあのマーベルですかみたいな感じでそうなんですいや嬉しすぎるも,もともとマーベルも大好きであのディズニープラス入って本当全部追ってるぐらい見てるんですけどなんかいつかいつかはマーベルの作品に声当てたいなって演技したいなって思ってたんですけどこのタイミングでマーベルのジーン・グレイ役を演じさせていただきました。 はい、オーディブルの方で聴けますのであの映像とかはないけどもう耳で聞くだけでも臨場感とか本当にすごいし物語の厚さも本当にもともとのストーリーが本当にすごいものなのでなんかぜひね新しい形ではあるんですけどあのオーディブルの方で「マーベルズ、えー、ウェストランダーズウルヴァリン」検索して聴いてみてもらえたら嬉しいですよろしくお願いししますはいそしてえー、とですね。ね えー「オトメイトまつりかの」のこれは「まつりかの」の読み方あれかな「まつりか」いつも言ってたねこれ。「まつりか」「オトメイトまつりか」見てえー 霊級の役を演じさせていただいております。これマツリカの K だと思うんだけど、マツリカの K にて霊級演じさせていただいております。ちょっとこの表紙絵にはいないんですけど、マツリさんのあのツイッターあえ違う X の方に行くとあの霊級の あのキービジュなんかが載っておりますのでぜひチェックしてくださいえっとこれはね任天堂スイッチになりますはいオトメイトさんのゲームソフトュー演じておりますあのねューはすごくクールでなんかちょっと怪しい役というかうんなんかうん美しい。 魔女のような女性なんですけれどもちょっと裏がありそうな冷酷さもありつつ物語にねどう関わってくるのか収録していろいろセリフを言わせてもらったんですけど最後の方とかにかけてかなりあの出番が多くなって物語にも刺さってくるシーンが多いかなと思うので。 ちょっとやり込んでもらえたら嬉しいですこんな感じです現在発売中でございますぜひチェックしてください霊級のビジュアルはですねあの SNS 等にまつりかの SNS 等でチェックできますので公式サイト等チェックしてくださいよろしくお願いしますそう、妖艶系な役です私すごくそういう役やるのが好きなのであの霊級の役いただいた時は とっても演じるのが楽しかったです。ぜひぜひ魅力的なキャラなのでプレイしてみてください。さあそして、えー、こちらも新しく発表になりましたね。テレビアニメ、マドーグシダリアはうつむかないにて、イルマ・ヌボラーリ役を演じさせていただきます。わーい。 はいこちらテレビアニメですね2024年の7月放送開始予定となっております窓口ダリアのあのあ公式 x などもございますそちらでねあのイルマちゃんの声もちょっと乗っかってるので是非ちょっとね見てほしいイルマはあのダリアの幼なじみでちょっとお姉ちゃんダリアよりもなんですけれどもすごいサバサバしてて気前のいいあの明るいサバッとした女の子なので。 こうダリアとね、ダリアとのやり取りだったりとか、こうすごく温かいシーンもあったりするので、ぜひチェックしてください。私、転生モノに出演するのが一つの目標だったんですよ。実は、そうなのでこれもまた目標が叶いまして、転生モノに、転生作品に出演させていただくことができました。めっちゃ嬉しい。 7月放送開始なので、あの SNS でね盛り上がっておりますので、放送までぜひ楽しみに待っててください。よろしくお願いします。ギャスさん、マーベルが好きなのでリッピーがジーン・グレイの声を当ててくれたとき、本当に本当に嬉しかったです。キャラのイメージにぴったりでしたよ。リッピーの夢がまた一つ叶ったのも嬉しかった。ありがとうございます。嬉しい。ね 本当に嬉しい多分ずっと言ってたんですよマーベルの作品に出たいとか天才ものに出たいっていうのはずっと言ってた目標がなんかここに来てトントンって一気にかなってなんか目標って掲げてたり言ってることも叶わないかもってすごく年月が経っててもいつかこうやって叶う時が来るんだなと本当に思いましたね。ありがとうございます南遥さんも 天聖ものおめでとうございます。4月のアニメ、窓口イタリアンも楽しみです。楽しみにしててください。なんかね、アフレコ現場もすごく物語同様穏やかで、なんか楽しくて、で主演のね、大西沙織ちゃんとも結構お話しする時間がたくさんあって、実はこれきっかけで、なんかちょっと遊んだりとか、そうなんです、連絡取らせてもらったりとかして、この作品、 ご縁もねたくさんあったりしたので作品も愛してほしいですよろしくお願いしますアニメ見るでありがとうなさあそして、えー、今月はですねイベントがまだまだございます、えー、フレンドあプリパラフレンドシップメモリー片隅あまり役で出演しますよこちらが4月の20日土曜日立川ステージガーデン昼の部夜の部ございます えー、会場チケット一般発売中ですね、これ、あのー、あまりちゃん演じるね、この物語あの、アイドルランドプリパラというアプリ上でね、アニメがね、ずっと配信されてるんですけど、今が11話まで配信されておりまして、もう、もうほぼ佳境というか、佳境を超えてラストぐらいなんですけれども、アプリでみんな見てくれてますかね、アニメ。 あまりちゃん、今回のね、あの、アイドルランドプリパラの中では主人公なので、かなり、あの、活躍して、いっぱい喋って、いっぱい歌ってっていう感じなんですけれども、今回の、あの、11話まで来たところで、まあ、新しい楽曲だったり、うん、歌ってましたね、あまりちゃんも。歌ってたよね。そう。と思うので、今回のライブは、ということは、もう完全にほぼ答え言ってるようなもんですけど、 わ今回のライブでもしかしてどうなっちゃうのっていう感じだと思うので今絶賛リハーサルも始まりましてリハーサル中なんですけどちょっと今回のプリプラライブはあのカロリーとか高めだなとあまりちゃんいいだりほカロリー高めライブうな感じがするのでよ送りしアニメもだしライブも見に来てくれたら嬉しいなって思うああってほしくなくて見れない 嬉しい嬉しいえ、わかる私も終わってほしくないけど最後見たいっていう、このね、究極の、あれです、悩みですよね。最後にかけてのね。そう、新曲、えー、究極合心アマリオン。聴けるかもって思うと本当に泣けます。あどうかなー <laughs> 聞けるかなーでももう流れたもんね、アニメでもね。ちょっと楽しみだね。 ゆうちゃん何かしらで行ってみるの行ってみるものですね天聖ものにマーベル出演おめでとうございますありがとうございますなんかもうありがとうおめでとうだけで嬉しいのにわざわざこうして言葉に打ってくれて嬉しいですありがとうございますそうなんですそうどうする究極合心アマリオめっちゃいい曲なんですよアマリとマリオが歌ってる曲なんですけどこれ好きすぎて レコーディングしたのかなり前なんですけどなんかねたまに聞いてる通勤する時に聞いたりお風呂で入ってる時聞いたりとかずっと聞き続けてた曲なんでやっと公開されてみんなに聞いてもらえるのめっちゃ嬉しいなんでライブでも楽しみにしててほしいあまだやるかはわからないですけどね楽しみにしててほしいなって思いますはいよろしくお願いします ディスティニーそうですねどうなるかなはい絶賛リハーサル頑張りますのでよろしくお願いしますで、プリパラ関連で言いますとあのアイプリのですねあのまっすぐの声を担当させていただいております引き続きまっすぐであのゲームの声媒体の声担当させていただいておりますあれ昨日だっけ今日だっけ昨日かな今日かなごめんね定かじゃなくてあの媒体がですねあの 発表になったというかプレイができるようになりましたので是非楽曲もあのいろいろ4曲何曲撮ったかな結構たくさんまっすぐであのレコーディングさせてもらってあのツイッターの方には何個か先行でこうアップデートアップロードされててあめっちゃいい曲だなと思ったんですけど改めて聴いてても。なのでなんかまっすぐの声で歌うあの。 アイプリの楽曲めちゃくちゃいいのでよかったら昨日からだねありがとうそうプレイしに行ってくださいまっすぐの応援よろしくお願いします私もねちょっと行けたらねまっすぐのあの声でねプレイしに行きたいなと思っておりますのでぜひよろしくお願いしますそしてユルシアもね5月6日に開催されますのでこちらもあの 明日からチケットの一般販売がスタートとなります5月6日の、えー、月曜日祝日に神田明神ホールにて1、えー、部と2部とこちらもございますので2部構成ですねうーんゴールデンウィークですゴールデンウィークもぜひイベント1、えー、つね入れてもらえたら嬉しいですよろしくお願いします今月もイベントあるし来月もイベントありますね会えるのが結構たくさん嬉しいよろしくお願いします そして6月も、ね、先ほども言ったように「ラブライブ!」シリーズ×パ・リーグ6球団コラボ千葉ロッテマリーンズ×ミューズで6月15日にゾドマリンスタジアムで出演させていただきますのでイベントずっとある嬉しししいいよろしくお願いしますウルシアもね瀬取りが決まってきてリハーサルがもうちょっとしたらあるんですけど結構瀬取り激熱だったので楽しみにしてたら。 楽しみにしててもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。そしてですね。えっと飯田里保のリ立派、お花の fc サイトにてですね。あの、いつもボイスをですね。アップロードしてるんですよね。そうですよね。ボイスですよね。ボイス fc サイトの方であのボイスをアップロードしてるんですけれども、それを。 の中身でリッピーに言ってほしい言葉っていうのを募集してるんですよはい。なのでみんなぜひ私に言ってほしい言葉が FC サイトの方にアップされますので4月22日の月曜日の10時までこちら受付中となっておりますのでぜひ言ってほしい言葉お送りください送り先は FC サイトを見ればわかる、うん、送り先は えっと FC サイトイードリフの FC サイトの方をチェックしていただくと分かるみたいなのでぜひチェックしてくださいよろしくお願いしますはいあ何個かもう送ってくれた人もいるありがとうございますはい送ってくださいねそうだ送らないとお待ちしておりますよのむさん今月の壁紙ダウンロードしましたいろんなリピー見れて幸せですありがとうそう今月はですねあの 昨年取っていたカレンダーのアナザーカットをギュギュギュッと詰めた一枚にしました。カレンダーの方は、えっと2024年度のカレンダーの中に昨年取ったアナザーカットを詰めてるっていう形なので、まあ一応こう年年間ではあるんですけど、2024年のカレンダーもあのアップされてるので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。 さあ何個も送れるのっていうことらしいんですけど、えー、今確認しに行っておおります少々お待ちをリッピーお花のファンクラブの会員登録してる方はメールの方で投稿フォームっていうのが多分送られてくるので来てるのでよかったらそれをちょっと。 チェックししてもららえたら嬉しいですあの2024年度の月ごとのカレンダーはちょっと年間で出しちゃったので今ないんですけどでもその代わりにちょっとこういうことできないかとかこういうグッズをね作るっていう発表もしてるのでそのグッズについてあのずっとずっと練っておりましてなんかそういったグッズとかあの別のねコンテンツでちょっと 皆さんにお知らせしたり発表できたらいいなっていうのをもうほんと目前まで動いてるのでちょっとご報告をまた楽しみにしててくださいその際は生配信とかねまたできたらなと思うのでよろしくお願いしますはいじゃあ、えっと、最後になるんですけど、えー、これはちょっとまだ SNS でも告知してない情報なんですが「サンクチュアリ出版糸絵虫」。 跳躍日本の美しい文学という、あのサンクチュアリ出版で出されている本なんですけれども、こちらのオーディブル版のナレーターを務めさせていただきました。そうなんですよ。これ、あの糸江もしっていう一冊の本を、すべてまるっと私が読み上げているっていう形なんですね。ナレーターというか、もう。 本を一冊読み聞かせしてるみたいな感じなんですよ。で、糸絵もし日本の美しい文学っていうタイトルなので、あの、昔の短歌をですね、短歌を読み上げて、さらにそれを現代的な、本当にエモいね、エモい、え、この短歌エモいねっていうぐらい、なんだろうな、一番最近の言葉に置き換えて、その昔の短歌を 訳してるっていう本なんですけどそれを完全に私の読み聞かせスタイルで一冊読み上げているっていう形なのでなんか短歌に触れてこれなかった人も現代の雰囲気でこう訳してくれてるのですごくスッと入る内容とかがすごくスッと入るし短歌の勉強にもなるしさらにこの短歌がどう作られたのかっていう補足も読み上げてるのでなんかこういろいろ勉強になる。 ので良かったらね聞いてほしいなって思いますそうなんですオーディブルの良さは何かしながら耳で全部のね情報が入るっていうところなのでマーベル今マーベルもオーディブルですしこのイトエモシもあのオーディブルなので良かったらちょっと2つやってるのでねこの機会にオーディブル聞いてもらえたら嬉しいですそう確か最初のなんか数ヶ月はね無料で登録できたはずなんでね良かったらちょっと 聞いてみてください。えー、糸絵もし蝶役、日本の美しい文学のナレーター、務めてます。あとで SNS の方にもポストするので、またチェックしてみてください。うん、短歌めっちゃ楽しかったです。短歌を読み上げるのはすごく難しかったけど、発音とか音程とか、でもそれを現代に訳すと、あ、全然この言葉遣いで今も使ってるじゃん、みたいな。こういうことを言いたかったんだっていうのですごく新鮮だったので、よかったら。 よかったら聞いてみてください。こんな感じですかね。どうでしょうか。あ、何個できました?。何回か送れると思います。あ、えっ、ー、と答え、何回か送れる。そうです。<laughs> なので、ぜひ一個ではないみたいなので。あのリッピーに言ってほしい言葉、ファンクラブの方で送ってみてください。よろしくお願いします。ということで、なんかすごい。ね、最近あった。 ミューズのイベントの話も結構リアルタイムでみんなとできたのも楽しかったです。ありがとうございます。こうなんかなんだろう終わった後のアフタートーク的な感じでみんなと話ができるのはいいですね。ありがとうございました。はい、新しい告知も本当にたくさんあったのでぜひあの追いついてチェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。あとはえっとそうですね。 イベントも「えー、プリパラ」と「ユルシェア」とパ・リーグコラボとあとまたお知らせできてないこともねもちろんいくつかありますので今後もぜひ楽しみにしてください皆さん楽しんでもらえたかなどうかなあありがとう楽しめましたか <laughs> お腹いっぱいになっちゃう 情報がね多くてねエモいねエモいよねいや意図エモシだよ本当にミューズのイベントは意図エモシでした常にありがとうございますあありがとう久々の配信よかったできてありがとうございますわ嬉しいありがとう 楽しかったあそうね7月はダリアだから c 5 6 7で一応ねありますね機会が嬉しいありがとう。おけこんの時も楽屋はうるさかったですかあの準備中おけこんの演奏が流れてる時は結構おけこんの演奏を聴いてる時間があったんですけど準備中とかはあのそうご想像の通りみんなわちゃわちゃ楽しかったですよ。 はいありがとうございますあ、そう吹き替えのものもねいろいろねそうアップされてるんですよそうなんですよ吹き替えの情報もありますので私の FC サイトを見れば最近やったあの吹き替えの主人公のやらせていただいている作品も載ってますのでぜひチェックしてくださいよろしくお願いしますお宝写真 お宝写真ななのか分かんないけど、写真ね思い出の写真ちょっとなるべくインスタとかにねあの上げられるように私頑張ります SNS 頑張りますので是非チェックしてくださいよろしくお願いしますではそろそろお時間ということで今日はですね終わりにしたいと思いますでみんな本当に遊びに来てくれてありがとうございますみんながコメントで盛り上げてくれるからいっぱい喋っちゃったありがとうございますねじゃあまた次回進捗等々あってもなくても配信に しちゃおうかなと思いますので遊びに来てくださいありがとうございましたおやすみなさいまたね <laughs> またねバイバイ